今回金丸優くんと対談させていただくんですけど、この YouTube にアップした動画を皆さんに見ていただいて、その広告収入というのは、今コロナ禍で大変な状況なので、このコロナの対するワクチンの、研究開発の期間に、まあ、寄付させていただいて、まあ、少しでも皆さんのお力になれればという形で、動画をアップさせていただいているみたいなので、まあ、皆さんに楽しんでもらえるように今日は頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いしますさてそうね、てっちゃんと多分最後に会ったのが2年前ぐらいかな、かな、都内で飯食った時、ね、そうだよね、ご飯食べたよね。ねえ、渋谷お好み焼きやね。ああそうだ、渋谷のお好み焼き以来だね。そうだよね、そう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 、懐かしいわ、めちゃくちゃ久々だ。いやあれからてっちゃんまたヨーロッパに戻っちゃったからね。そうだよね、もともとねヨーロッパで会って、そうそうそう、2016年かあれは。そうだね、いやー懐かしいな、マジでバルセロナで、ね、一番最初に多分元 GP、 そう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 飯食いって、俺が見に行きたいって言ってもらって、飯だっけ、先飯じゃないかな、しか U で一回やって、でそっからそうだねバルセロナに来たんで、バルセロナ U っていうね日本食屋さんでね、そう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 、みんなでご飯食べてね、そう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 、懐かしい、そっからだね、めっちゃ夏いね、ね、むしろそうだね、あれだもんね、それまで俺本当に四輪の人との接点が全くなかったから、そうだよ、一番最初に多分、あで飯食った後に MotoGP のレースを俺が見に行かせてもらうってなった時にてっちゃんに迎えに来てもらって、ああ、そう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 、でめっちゃいい人やんと思ったけど、てっちゃんに俺でも実は四輪のドライバー好きじゃないんだよねって言われたら衝撃的だと思う昔ね、いろいろあったからね、そう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 、いやでも本当ゆうくんと会ったあたりかな、からかな、で四輪の人たちを好きになったのはそれまでこう苦手意識しかなかったから結構ストレートに言われたからびっくりしたけどね四輪の人苦手なんだよねって言ってたもんね、うん、普通に言ってた普通に言ってたけど、いやでも初めてだったからな、いやいやいや、俺も話して、あこの人大丈夫な人だなと思ってあれでもゆうくんが今いくつだっけ。26か、そうなんだよね、年下なんだよね。最初ずっと敬語で話されてたからめっちゃやりづらいなと思ってたもん。そうなんだよね、なんかなんか年上な雰囲気が醸し出されてるからさ、めっちゃ懐かしいわねえ、まあ、変な感じの時懐かしいな。そうね、あの最初ねずっと敬語だった、ね、それこそあれだよね、パラゴナとかね、エッチャーさんで家行ってバーベキューしたりとかしてたしね。そう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 、最初あの当時タラゴナに住んでて、でユウくんバルセロナだったもんね。そう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 、街中でみんなでね、てっちゃん家行ってバーベキューして、そう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 、あの時家でかかったからね。よかったよね、よかった、一軒家めちゃくちゃでかい一軒家だったから、庭付きの。てっちゃん今年まだ決まってないんだっけ。今年はまだ正式には決まってないというか、まあまあ一応本田さんにお世話になっていろいろやるっていう形だけど。あ、そうなんだ。ゆうくんは？わー、今マジでノープランだね、今のところ。ノープランだ、うん、全く。まあなんかやりたいことはいくつかあって、それに関しては動いてるんだけど、うん、まあ、それがどうなるかはまだわかんない感じ。やりたいことっていうのはそのレース関係、レース自体もそうなんだけど、その他の部分でも、その他の部分も、まあ、去年から動き出してる部分があったから、そっちは、まあ、そうだね、今年できる範囲を広げていこうかなって感じだけど、ふわっとした話でしか話せないんだけど、多分仕事の面でね。はい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 。似たような感じだな、俺も多分。そのレース以外の部分でも。まあ一応なんだろうな、レースとしてっていうのは、一回、今年は、そう、休憩っていう形に入るから。うん、レースは多分出れなそうだから。ああそうなんだ。そう、それ以外の部分を動いていこうって感じだから、レースいつまで続けられるか分かんないし、まあそうだよね、お互いね、
あれ四輪って逆に何、あでも四輪の方が長いか、選手生命の年齢。いや長いと思う。そうだよね、二輪は結構さあっさり短いからな。そうだよね、うん、結構なんだろう、二輪の人ってライダーを、うん、引退して何をすることが多い、うん、いやー本当その人それぞれだけど、例えばメーカーと契約してる人だと、そのメーカーに入ったアドバイザーだったりだとか、どっかのサーキットのアドバイザーだったりだとか、あとは解説やったりだとか、そういうのが多いかな。逆にそういうメーカーと契約してなかったりだとか、その世界選手権走ってないとかってなると、もう何もない。あ、じゃあ一から作んなきゃいけないの、また。そう、逆に言うと本当に何にもないから、だよね、うん、すごい大変ちゃ大変だよね、セカンドキャリアっていうの。スポーツ選手みんなそうかな。まあね、四輪は？いや、四輪もね、まあ、それこそ多分似たような感じではある。まあでもそれこそ、まあ、4輪でずっと食っていくっていう人は結構、まあ選手生命もね、2輪に比べたら全然長いとこあるから、意外とまあ細々食べていけるのかもしれないけど。ああ、なるほどね。スクールやったりとかも？スクールはでも少ないかな。あ、少ないんだ。なんか個人レッスンみたいなやったりしてるよね、カートとかで。あるかも。そう、一回、どこだっけな、一回あの、タクロー知ってるでしょ。おうおう、タクローね、うん。そう、タクローと俺、意外と仲良くて。あの、なんだっけ、スポンサーさん一緒だよね、確かに。そう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 、そう、ね、あの、ハンコ屋さんに、風間インボというハンコ屋さんでお世話になってるんだけど、そう、ね、そうで、タクローにと一緒に一回カートに行って、うんうん、新東京かな。初めて、125?100 かな。そしたら、ギアはついてないやつ乗らせてもらって行った時に、ちょうどなんか他のドライバーさんがパーソナルレッスンみたいなの、あ、そうなの、そうやってんの見て、四輪の人のそこら辺のクオリティの高さに俺はびっくりした。そのパーソナルレッスン人に一つにしろ、なんだろう、見せ方がうまいっていうかさ、そのやり方がすごいうまい。二輪の人だと結構ただただ一緒にサーキット行って教えておしまいの部分が多いんだけど、どっちかというとそのなんだろう、綺麗だし、こうご飯とかさ、そういうのを用意し、今ご飯用意っていうか一緒に食べて会話してだとか、そういう見せ方がすごいうまいなと思って。それはあれかもね、その人がうまいのかもね。全員そうじゃないと思う。ではなんか、まあレースとかもね、国内だとそうだけど、こう四輪の方が花があるというか。まあそうなのか。そういうイメージが多いかな。やっぱだけど、なんか俺らスペイン住んでた時は、もう全然じゃん、もうライダー様々だからさ、スペイン。確かに確かに。やっぱライダーすげえなってすげえ思ってたけどね。そうなんだよね、スペインね、ヨーロッパ行けばMotoGP っていうだけで、おおってなるし、やっぱしね、あのカタール去年勝ってからね、やっぱ向こうでの反応がだいぶ変わったけど。そうだよね。そうそうそう、国内この地上波とかだもんね。そう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 、いや、てっちゃん勝ってたレースマジでライブで見てたから結構鳥肌立ったんだよね。ねえ、俺もだって勝てると思ってなかったからね、あれ。あーすごかったマジで。ねえ、あれでもゆうくんは2016年会ってた時フォーミュラー乗ってたんだっけ。そうだね、 3.5 っていうやつあって、うん、それがまあなんか今みたいな F2 っていうのがなかったんだけど、あーそっかそっか、フォーミュラでのは 3.5 っていうのが一応 GP2 と一緒にあって、うん、まあ、F2 みたいな形で2つあった中の1つだったね、はいはいはい、そこに走ってたんだもんね、うん、で2018年に国内に18日本帰ってきて、うん、でまた日本で F3 やって、うん、で19年があの PCR シビックとかである車があるので、うん、そのレース出て、で去年は一応なんかホンダさんの契約をして、はいはいはい、あの GT500 とかスーパーフォーミュラの
ザークっていう形でやらせてもらったので、うん、そっかそっかそっか。で今年はまだ未定と。まあ未定だね。そうね。なんか年取ったねお互い。それな。本当それよ。俺も未定だから。じゃあすげえよマジで。いや全然だよ。全然で、でもね、ゆうくんとやっぱバルセロナで会ったじゃん、会ってさ、うん、サッカー一緒にやったりだとかさ、そう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 、あそこらへんから俺的になんだろう、日本人のコミュニティが増えたっていうかさ、そう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 、それまで全くなかったからさ、そうなんだ、他の知ってる日本人っていうのがスペインに一人もいなかったから、うん、そうだよね、そうそうそう、あそこからこういろんな人たちとつながり始めて、まあいろいろ楽しかった思い出があるかな。いやスペイン楽しかったよね。楽しかった。だってあの公園みたいなところ行ってさ、うん、普通にサッカーしてたもんね。そう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 、フットサルやって、フットサルしてたよね。そう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 、確かに懐かしいよ。一回だって大きいコートでスペイン人とも戦ったよね。やったやったやったよね。懐かしいよそれは。やったね。あの時めちゃくちゃ疲れたな、初めてのサッカー。いやサッカーは疲れるね、めっちゃ走るよね。ね足つりまくってたもん。そう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 。難しいな。楽しかったな、でもあれはあれで。日本じゃああいう生活もほぼないしね。ないよね。ま、どうこのコロナの状況でほとんど出れてない感じ。まあだから今までそうだね、できてたこともできなくなるし、なんか人に会うのも結構大変じゃん今って。ちょっと気使っちゃうよね、うん、やっぱし。でも向こうも向こうで、なんか年齢が高ければ高いことで会えなくなるし、確かに。いろいろ難しい部分が出てきちゃう。確かに。そうなんだよね。一回さ、去年10月ぐらい、ちょっと落ち着いてきた時、うん、コロナ、うん、落ち着いて、第3波が来る前に、うん、こう日本帰ってイベントとかまたやりたいなって思ってたんだけど、やっぱまた日本に着いたら着いたで第3波来ちゃって、またガーンってそう増えちゃって、結局何にもできなくなっちゃったから大変だよね。収まる待つしかないしね。そうだね、準備しかないよね。ね、ヨーロッパもなかなか行けなそうだしね。今年も何回か行く予定なんだけど。あ、そうなんだ。そう、一応ビザ更新も行かなきゃいけないし一応取っとこう。え、まだビザ持ってる？もう持ってない？いや、ないないない。あ、もう更新してないんだ。そっかそっか。じゃあ今後は完全に国内で活動してって感じ。そうだね、去年本当はちょっとヨーロッパ行きたいなと思ってたんだけど、それこそコロナの関係もあって、動きが止まったから国内で留まったっていうのもあったんだけど。ああ、そうだよね。確かに。私も結局だからヨーロッパは、まあ、無理だから、雰囲気的に多分無理だから、他のとこ行ってる可能性を見てる、ね。ああ、なるほどね。うん、そっか、国って言ったらもうアメリカとかしかないけど。ああ、そっかそっか。アメリカも結構四輪は、まあナスカとかインディとか、うん、結構まあ盛り上がってる。ねえ、めちゃくちゃなんか盛り上がってるイメージ。インディとかってだって賞金とかすごいんでしょ。すごいね、まあ、結構すごいよね、個人に。まあ、個人に入るよっていうよりはチームに入る額だけど。ああ、なるほどね。すごいよね。日本でもどんな感じなの四輪って。でもやっぱ成功してる人は一握りだよね、やっぱ。なあ、まあそうだよね。でもなんか、四輪の方が、こうテレビでも一応やってんじゃん。地上波でもちょっとやってたりだとかさ、国内 GT だったりだとか、結構人気あるイメージだから。羨ま、こう二輪側からするとちょっと羨ましい。そうなんだ。そう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 、ね、国内での盛り上がりの差がやっぱすごい。なるほどね。そうそうそう、確かに。あのスーパー GT とかは確かにすごい人入ってるもんね。ね、すごい入ってるもんね。どう、去年その現場にいて。これ、でもやっぱね、さすがに去年コロナのもあったから、あ、量は制限されちゃってたから、例年の人っていう感じにはなんなかった。はい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 、はい、入りたい人はやっぱ多かったんじゃないかな。ああ、まあそうだよね。
そっか、すごいよね。面白いな。そう、でもやっぱね、こう海外からこう戻ってきてさ、ちょっとやっぱ二輪は、まあ今こう二輪の MFJ っていうフェデレーションもいろいろこう人気出すように動いてる最中なんだけど、でもまあまだまだ時間かかるし、やるかなきゃいけないことは山積みなんだけど、なんなら四輪に行きたいわって思うもんね。そうなんだそうなんだ。まあ長くできるじゃん、四輪の方が。まあね、やっぱし、いや二輪は普通にすごいと思う。だっていや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 、いやでも俺カート乗ってみて思ったけどG の半端なさすごいね。あ、まあそれはちょっと違うかもね。うん、あと意外と恐怖感あるよ。あのスピードでブレーキングポイントめちゃくちゃ奥なのよ、やっぱ二輪と比べると。だからそのスピードでハンドル切る勇気がすごいなって思った。いやでもあれじゃない、もうそれこそで MotoGP とか見に行った時に、ね、いやもう骨折れてても乗るの普通ですぐらいのこと言うから、いや、まあね、こいつらやべえなと思って呼ぶに無理無理みたいな。鎖骨の骨折ならまあ1週間あればみたいな。いやまあ痛み止め飲んで大体乗るっしょみたいな感じだった。そうだね、最悪座薬入れるか注射打つかみたいな。そうだよね。そう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 、うまいなと。そっか、4人だとそこまで。あ、でも怪我も少ないか。少ない。そうだよね、二輪に比べたら全然違うね。逆に怪我するってなるとよっぽどって感じだよね。よっぽどになるって。なっちゃうよね。うん、確かに。まあ、結局なんか四輪とか一番折れやすいのが頚椎とかの骨折が多いから。あ、確かに。座ってる状態で、まあ、衝撃は多分背中とかに腰とかに行っちゃうから。そうだよね、骨折が多いかもしれない。確かにそうなると、そうだよね、ちょっと頑張って乗ろうってできないもんね。死んじゃうんだもんね。ね、かなり危なくなっちゃう。普通にでもさ、鎖骨折れてる時とかドクターストップかかんないから。腕立てしろとか言われる。あ、その俺、そう、それこそ2016年の最後のレースか、バレンシアレース、その時2レースあって、レース1で転んで右肩がひび入って、なんか次のレースに出れないかもって言われたんだけど、まあ最終戦だし出たいって言ったら、腕立てしろって言われて、腕立てを20回できたらレース出ていいぞって言われて、無理やりやるみたいな。やば。冷静に考えてやばいわ。いやでもね、意外と、なんだろう、アドレナリン出ちゃってるから意外となんとかなる。そうそう、最初の 2,3 週痛くて、そっから痛みを忘れて、そうで後半ちょっとまた痛くなるみたいな。マジか。そう、意外と大丈夫。次の日が地獄だね。そうだよね。次の日がやばい。そうだね、そう考えるとやっぱ4人怪我少ないね。少ないね、そうだね。まあでもあの F1 の燃えちゃったやつ、うん、ブロージャンもね。そう、あれ、まあドライバーさん無事だったからすごい本当良かったなって思うけど、ああいうの見るとちょっと怖いよね。やっぱ二輪じゃなかなかないからさ、ああいうシーンっていうのが。あれで死ななかったからね、逆に。いや、あれすごいなって思った、本当に。二輪はやっぱ死ぬ確率高いからね。比べたら。まあね、まあでもやっぱし他のバイクと衝突しない限りはそこまで。まあ、リスキーではないと思うね。うん。他と絡んじゃうともう結構やばいけど、それ以外は、まだまだ単独で転んだりとかあったらね、そこまで。まあ、特に海外のサーキットすごい安全にできてるからさ。そうなんだ。そう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 。エスケープゾーンも広いし、すごい結構考えられてる。だから逆に日本の方が危ないってよく言われる、ね。あ、そうなんだ。そうそう。そうそう。まあ、茂木で今、唯一グランプリやってるけど、茂木もちょっと危ないって言われてるぐらいだからね。茂木で危ないって言われてたら、だって他のサーキット全部危ないでしょ。日本国内だと。確かに。
なんか二輪と四輪の違い、それこそ思ったのが、うん、サーキットとかでさ、俺らってグラベルハマるのが、うん、まあ、スピンとか例えばしたりとか飛び出したりとかしたらさ、うん、グラベルがさ、なんでグラベルなんだよと思ったの。あー、はい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 、めちゃめちゃ邪魔やんとか、掃除めちゃ大変じゃんとか、はいはい、ハマったら動けないじゃんとか思ってたの。確かに。でも二輪のレース見て、グラベルによって人の命が救われてるじゃん。うん、そう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 。それを聞いた瞬間に、これは何も言えねえもん。グラベルがないと止まらないからね、二輪は。いや、思ったそれは。まあ痛いけどね、グラベルはグラベルで。まあね、止まんなかったら死んじゃう可能性あるし、ね。まあ無理ぐりなんだろう、あの砂利に当てて引っ掛けて転なんだろう、スピード落としてる感じだからさ。うん、やっぱグラベル入った瞬間とかもう殴られてる感じだよね。そうだよね。体がそこで出てるし。そう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 。まあ確かに四輪そうだよね。あれハマったら動けないくなる、やっぱし。ギアが空回りしたら終わりだ。ああ、なるほどね。亀みたいになっちゃうね。はい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 。なんかテクニックとかあるの？脱出するテクニックみたいな。ほっと出るか止まらずに出るかしかないんだけど、一、うん、回止まった状態から出るのも死なない。ああ、なるほどね。うん、はいはい。ほぼ出ない力。そうだよね。うん、確かに。二輪だとね、まあ、一回止まって向き変えて出るみたいな。ああ、なるほどね。そうそう、感じか。まあ、マルケスだけかな、特殊なのは。もうあんなハイスピードで戻ってきたりするのは。だけど。基本グラベル入ると二輪だと結構ギアを上のギア使っちゃうかな、4速とか。ああ空回りしづらいよね。そうそうそう、低速だとやっぱ空回りしちゃうから、もう高いギアでクラッチゆっくり離してトルク使って出てくと意外と簡単に抜けられるかな。カメになる心配もないもんね。ん？カメみたいになる心配もないもんね。ない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 。でもね、やっぱサーキットによって深いグラベルだとバイク入ってそのまま直立で立つからね。ああ、なるほどね。こうスタンドみたいな感じでこう倒れずに立つからね。カメだね、それはもう。あれはきついかな。転んでエンジンかかってればいいけどさ、かかってないと押さないといけないじゃん。確かに確かに。押せないからね。そもそも360キロで走っててシートベルトついてないとやべえよ。やばい。バルセロナの1コーナーは結構衝撃的だったもん、モト GP 見たし。ああ、確かに。しかもあれなんだよね、GP だと本当コースサイドまで行けるからね。そうそうそう、それなんか、サーキットの横を車でなんか見せてもらう。で、ちょうど練習中の時に見せてもらって、はい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 、入らせてもらって。やばかった。確かに。ちっちゃいものが360キロ出てるじゃん。確かにね。弾丸だよね。びっくりした。ね、しかもこう4輪だとやっぱしこう抜くのが難しいけどさ、2輪だと結構簡単にオーバーテイクはできちゃうから。確かに。それがすごい2輪のいいとこだよね。最終はまだ分かんないし、まあね、飛び地男とそれこそマルケスとかのレースとかめちゃめちゃね、オーストリアとかね、そうそうそう、めっちゃ面白かったし。確かに。もうないのいいなと思ってた。そうだよね、4輪だとさ、ちょっと意地を見せようとするとさ、もうぶつかっちゃうとアウトじゃん。2輪の場合、まあちょっと意地見せてちょっと当たるぐらいなら全然セーフだからさ。うん、確かに。いや結構だからさ、4輪からしたらさ、2輪ってなんであの動きするんだろうってこと多かったのか。ああ、がなんか誰かな、まあ、てっちゃんに聞いたんだけど、なんかブレーキの前にさ、うん、ブレーキの下とかに膝をさ、うん、外に出すじゃん。ああはい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 、あれなんでやんのって思ってた。ああ。言ったら、いや、なんか入られないための牽制って言われて。いや、まあ、それは俺じゃないな。俺じゃないな。いや、あれ実際なんでやんの？あれはまあ、単純にバランス取ってる感じかな。バランスは取ってるんだ、ね。バランスも取ってるし、まあ、とにかく体の風当てて止めるのもあるし。ああ、それもあるんだ。うん。あとはまあ、足で結構荷重のコントロールするから。その膝離して荷重コントロールしたりとか、足ステップから外して足こう出してさ、あれで荷重コントロールしたりだとか、そういう意味合いかな。どっちかっていうと、あの一瞬で刺しに行ったら足当たるやんとか俺ら思う。当たる当たる。でも確かに後ろにいたら若干ちょっと気合い入れて出すよね。そうだね。
でも GP 海外の選手権でってやっぱすごいなって思ったのは、二輪ってこう、まあ、コーナー曲がってる時も膝出してんじゃん、うん、でまあ膝が一番なんだろうイン側にあるからそこに足があったら普通はこう入れないんだけど、うん、やっぱ GP とかで普通に膝に当ててくるもんね、フロントタイヤ当てて足、やっぱこっちはびっくりするじゃん足に当たったら、うん、でどかしたら入ってくるみたいな。なるほどね。そう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 、あそこら辺は結構びっくりしたね最初。うわ、何の容赦もなく来るからね。そこら辺でもやっぱりヨーロッパって感じするよね。そう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 、だって絶対レース終わった後どっかにタイヤ跡ついてるもんね、つなぎの。やば。まあいいよそれは普通に。でもね一回こう引くと舐められちゃうからやっぱし、そうだよね、そう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 、当てられても引かないようにしないと。まあでも4人の場合だってもう当てたらアウトだもんね、結構ペナルティーとか厳しいでしょ。当て方によるね。ああ、なんかお互い別に死ななければはい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 、へえ、まあ、なんか当たっても大丈夫な当たり方とかあるし。あ、そうなんだ。だから基本的にはタイヤ同士が当たるっていうのが一番リスキーだから、あ、タイヤの先に入っちゃえば、はいはい、手前ぐらいのボディに当てるぐらいだったら、まあ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 、なんかタイヤコンつくぐらいだよねのはあるけど、あのさ、結構そこまでリスキーだ。あのなんだっけな、いつだ、去年だっけな、今年だっけな、鈴鹿の1コーナーで4、4ワイドぐらいになってさ、去年、ね、あったね、絡んだやつあったじゃん、スーパーフォーミュラーであったね。そう、あれってどういう心境なのかなって思って、例えばこう4台並ぶわけじゃん、うん、あそこに入っていく瞬間もうどうしようもないじゃん、あれなんか映像見てても。確かに、確かに、ドライバー的にどういう心境なのかなっていう。そもでも4ワイドになるタイミング人生であんまないよ。そうなんだ。うん、せめて3ワイドぐらいだね。まあそうだよね、うん、でしかも鈴鹿のあの狭い1コーナー入る、ね、1コーナー入ってからが狭いじゃん、うん、まあ、あれを見てる側としては、うん、あ、絶対何か起きるなってなったから。入った瞬間に、あ、はいはい、何か起きるみたいな案の定って感じだ、まあ、うん、結局あれもなんかね、当たらないことは絶対多分ないような動きだからね、あれね。こうでも結構さ1コーナー入っていく前からこう牽制し合ってんじゃん、うんうんうん、あれはもう前にいる人優先なの？あれは基本的にルールがあって、うん、前の人がブロック例えばイン側にしたとして、うん、そっから、まあ、その後ろの車に抜こうとしてるからインは塞がれちゃったからアウトに振るじゃん、うん、アウトに振った場合は絶対1台分残さなきゃいけない。ああなるほどね。そこからまたこのブロックした車がまたインとかに本当は行っちゃいけない。ああなるほどね。だからあの場合は多分外側にも抜かれそうになっちゃったけど、うん、イン側からも抜かれそうになったからああいう状況が生まれたっていう。ああ、ドライバー的にもどうしようみたいな感じで。そうそうそう、なんかあれはもう本当は引くしかなかったかなとは思うけど、うん、真ん中の方が、はい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 、イン側もほぼ入っちゃってるっていう気分になってるから、まあ確かに、まあ、引かないだろうし、うん、外側もなかなかリスキーだし、ね、まあ、しかも外側にまさか2台いるとは思わないもんね。視界で多分見えてないし、ね、見えないよね、うん、めちゃくちゃちっちゃいじゃん結構前の方に。横見ても基本的に、まあ、なんていうの、まあ、モノコックのここしか見えてないミラーでもあそこ絶対死角なんだよ、マジで。はい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 、真横のちょっと後ろって絶対見えないし。そっか、そう思うとなんか怖いね。こう二輪だとさ自分がこう動けば全部見えるし、うん、結構音で判断することが多いけど、うん、そっ か体固定されてミラーだけでっていうと結構怖いね。そうだね、横もパッて見るけどその瞬間に何か物が映ってたらいるなとか、うん、あ、あとそのミラーに基本的には意識はちょっとあるから、はいはいはい、ミラーに物が映って消えた場合って絶対抜きに来てるとか。ああ、なるほどね。いう意識はあったりする。はい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 、でももう1台にプラスもう1台外側にいたから、もうあれは絶対見えない。絶対見えないね、それは。なるほどね。もうあれはじゃあもうほんとしょうがないって感じなんだね。しょうがないと思う。確かに。そっかそっか。
四輪もな、でも、まあ、カートしかちゃんと乗ったことない。あとあれか。N1 か。N1 も1回だけ、2回かな出たことあるけど。まあでも、四輪は四輪で面白いしね。そうだね。もうちょっとなんか、でも、二輪も四輪もそうだけどね。日本のモータースポーツもうちょっと、そうだね。見られるようなところで、ね、やりたいよね。放送とかも、まあ、やりたいよね。そうなんだよね。基本テレビに出ないからね。うん、一回俺サスケに頑張って出たぐらいかな。あ、そうだよね。ですよね。あれは普通に面白かったけど。5秒しか繋がったけどね。速攻落ちたから。映っただけすごいじゃん。カットはされなかった。うん、カットされたら悲しいじゃん。めっちゃ緊張したよ、あれ。やっぱそうなんだ。めっちゃ緊張する。めっちゃアウェーだからさ。あ、そうだよね。サスケにいつも出ている人たちが固まるのよ。確かに確かに。そう。で、めっちゃアウェーだからさ。なんかもう始まる時も結構バタバタで。結構もう次の人スタートしたら準備して待ってるんだけど、いつ終わるか分かんないじゃん。確かに。前の人が。確かに確かに。で、終わったらもう、はい、次みたいな。10秒ぐらいでスタートしてみたいな。そんなもんだったんだ、あれ。そう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 。超ドキドキ。なるほどね。落ち着く時間もなく行って、そのまま勢いで落ちてったよね。でもなんかそういうのを経験して、こうメディアとかにも結構売り込みに行ったけど、やっぱね、バイクとかだと使うところがないって言われちゃうね。結構。こうやっぱし、どういうもんなんだ。なんだろう。イメージもあんまし、バイクの場合は。危ないとかうるさいとかそういうイメージ でもさ、なんか時期的な話で言うとさ、うん、そのコロナの関係でさ、うん、まあ言ったらライダーの人結構増えてるじゃん。増えてる増えてる。だから結構なんか今後メディアとかに出るってなったらすごい見る人増えそうだけどね。まあね、でもなんかこう、うん、例えばバイクを使ってなんかやるっていうのがすごい大変なのよ。あー、なるほどね。そう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 。例えば、まあ、二輪と四輪、まあだからそうだけど、例えば俺が四輪に乗るって言ったらさ、結構、なんだろう、普通に乗るのは簡単じゃん。普段から車も乗ってるしさ、カートぐらいだったらさ、こう、二輪のスピード感覚があると、そこそこ走れちゃうじゃん、どのライダーも。だけど逆って難しいじゃん。はい、したいよ。それは間違いないよ。そう。で、四輪の場合、そう、ちょっと滑っちゃっても、怪我のリスクは少ないけど、やっぱ二輪の場合何かあったら本当に怪我するからね。でこう簡単にそういうのがメディアでできないっていうのが結構言われるかな。どこ行っても使うところがないっていうのと気軽になんかができないっていうのは実際でもなんかあれだけど、それこそまあ大会 TV じゃないけどさ、ああいう系はなんかね、バイクの方が昔あれだよね、ポケバイやったりしてた。あ、そうなんだ。そう、ポケバイの子供が、あの、体育会 TV の出てる人たちと勝負みたいなのやってたね。そういう系ね、なんかバイクの方が、まあ、なんか、レース見ててじゃないけど、逆に MotoGP と F1 っていう国で比べちゃうと、どうしてもやっぱさ、MotoGP の方が迫力あるじゃん。そうね。なんか F1 って簡単に乗ってそうに見えるけど、MotoGP ってやっぱ、辛さが出てるっていうか、そうね。厳しさが出てるからさ、なんかやっぱ見てる側はもっと盛り上がりやすいかなと思う。まあ映像も綺麗だしね、MotoGP は。いやでもね、意外とね、そのレースが好きな人とバイク乗りってファンの層が違ってさ。ああ、そうなんだ。そう、バイク乗ってる人イコールレース好きでは意外とないんだよね。なるほどね。で、どっちかっていうとやっぱバイク乗りの方が人数は多いから、レースは見ないけどバイクは好きっていう人が結構多いから、そういう人たちに向けてなんかできた方が多分認知はしてもらいやすいかなって思う。からそれこそなんだろう、峠走ってる人たちをサーキットに呼んでバトルとか。うん。そう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 。面白いなって思うけど。峠よりは絶対危なくないしね。ね。行動怖いもん。怖いよね。怖い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 。60キロでもちょっと怖くなるもんね。そうだよね。
飛ばしてる人も結構やべえなと思う、普通に。分でも二輪も。ゆうくんは二輪全然乗ったりしないの？乗ってないね。乗ったことないね。そうそう、バイクの免許持ってないね。ああ、そういうことね。うん。いや、普通になんか全然興味はないとかじゃなくて、うん、バイク普通に乗りたいなと思うことあったんですけど。でもなかなかそうだよね。機会もないよね。まあ、そもそもお前は死ぬからやめろって言われた。確かに危ない。普通に重き攻めてきそうだもんね。無理無理無理、怖い怖い。絶対怖い。今度なんかそれこそ二輪四輪で、なんか、ね、まあ前に去年かな、秋ヶ瀬でイベントやったり してたけど、ああいうのもう一回やっても面白いよね。うん、確かに。なんか、ね、手軽に乗れるやっぱ環境作りたいよね。ね。なんか両方とも乗り比べとかは楽しいしね。ねえ、またカートも乗りたいし。カートも全然、去年とかも結構カート乗る機会も多くて、人に教えてたっていうのもあるんだけど、やっぱ改めてカートって、まあ、入門としてはやっぱ、ね、楽しんでやっぱ帰ってくるから。やっぱそこ基礎的な部分でもやっぱカートがあれなの？うん、そうだね。なんかあと結構レース自体が、いや、まあ、普通の一般の人に話すと、うん、まあ、そんな疲れるんだみたいな感じで言われることが多くて、で、まあ、言ったらさ、車運転してるだけみたいなイメージが結構あるから、はいはいはい、そういう人とかを、まあ、例えばカートとかに連れてくと、うん、あ、このスピードでこんだけ辛いんだっていう風になってるから結構なんか話しやすくはなるかも、その後が。はいはいはい、確かにそれはわかる。俺も10分15分で腕パンパンだったもん。そうだよね。カート乗るとそうだよね。ビビったマジで。午前中半日しか乗らなかったけど、普通に次は筋肉痛だったもんね。マジか。ライダーでもなるんだそれは。半日で筋肉痛だった。まあ結構本気で全開で攻めたっていうのもあるけど、うん、20分間ぐらい毎セッション。そうでもなんか俺、加賀山さんと一回カートに乗り抜く機会があって、うん、はい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 。それこそ新東京だったんだけど、うん、みんなあれだよね、もうスピードは慣れてるから、そう。コーナーの入り口のスピードはやっぱ速いよね。そう、とりあえず慣れてるんだけど、それが加速につながんないんだよね。そうだね。入り口はいいけど、出口でロスするみたいな。そう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 、めっちゃ難しいあれ。てかそうだよ、てっちゃんそれこそさ、なんかメカニックの人とかさ、カート乗るって言ってたもんね。そう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 、そう、ね、ヨーロッパは結構多い、まあつってもゴーカート、あのインドアカートとか、そうそうそう、ゴーカートだけど、遊びでは結構乗るね。だこの間ほんと拓郎に連れてってもらった時超楽しくて、何度かついていきたいんだけど絶対ついていけねえわって感じ。いや、まあさすがに最初は無理だよね。でもね、その日の拓郎のタイムのコンマ8秒落ち、うん、おお、それ結構頑張ってるね。だいぶ早い。結構頑張った。それでも次コンマ3落ちぐらいになったら、いや無理だね、本気で頑張ったからね。結構慣れはやっぱでかい。まあね、うん、でもなんか一緒に走れたら楽しそうだなって。もうあの時結構一人で黙々と走ってて、早い人が多かったんだよ結構。あ、そうなんだ。ドライバーの、うん、だなんか俺が走ってない時に拓郎とか走ってるの見てたら、なんかレースみたいな感じ、練習が。なるほどね。感じでやってたから、バチバチ。あん中は入れねえわ、と思いながら。だって俺らがバイクでそれに、そのスピードになれば、ね、長時間かかるからね、そもそも。まあね、慣れがね、やっぱし、二輪は、バンクが必要だからね、バンクのあれをつかむのがすごい難しいと思う。やっぱ恐怖を感じる。まあね、四輪の場合は何だろう、ちょっと無理してもさ、最悪ブレーキで止まれるじゃん、こうコーナリング中でも。まあ最悪スピードだけど、二輪の場合ちょっとオーバースピードでいったらもう突っ込む以外選択肢がないからね。うん、確かに。アウトって感じだよ。確かに確かに、完全に。最悪だってカートの場合スピンして止まるだけだから。そうね、大きなことにはならないからですね。でも今度次はね、ギア付けに乗ってみたいね。いや、めっちゃ速いよ。めっちゃ速い。あの、ギアなしの日じゃない。いや、ギア付けは俺らでもやばい。死にそうになる。マジで？ものによるけど、うん。まあ、言ったら最高峰のギア付きとかは、うん。死ぬ。マジで？マ
ちょっと死ぬ。えぐい。ドライバー、プロドライバーですら、えぐいんだ。しかも、ギア付きじゃなくても、日本の最高峰って OK っていうクラスがあるけど、OK クラスってやつを乗ると、マジで目が追いつかない。めっちゃ速い。そうなん、何キロぐらい出んの ?130、40キロ出てんじゃない、あれ。マジで、うん、カートで130キロってまあまあ速いからね。いやめちゃくちゃ速いでしょ、あの視線の低さで。めっちゃ速い、半端ないね。パワーがすごいしね、あと。なあ、カートってやっぱ軽いからさ。はいはい、半端ないよね。確かに加速感えぐいね、すげえな。でも結構じゃあいいトレーニングになる感じ。めちゃめちゃなるね。めちゃめちゃなる。それこそさ、でもこの期間ってさ、ドライバーで言うとさ、うん、なんかシミュレーターとかあるじゃん。普段からシミュレーターとかやって、まあ、なんとなくレース感じゃないけど、はいはいはい、一発の集中力とかをさ鍛えられるからさ、うん、それやって普段生活して、まあ、トレーニングとかもしてるけど、はいはいはい、養ったりしてるけど、ライダーどうするの？ライダーはもう基本的にこの冬場は、なんだろう、その600だとか1000だとか大きい排気量のバイクは危なくて乗れないのよ。ん、あの路面温度が低すぎてさすがにちょっと危ないし、乗っても結構練習にならない、攻めらんないから。なるほどね。そう、全力では走れないから、もう結局乗らない方がいいぐらい。だからそう、もうミニバイク 50cc のちっちゃい、それこそまあ4人でいうカートみたいな感じかな。スピードは遅いけど、まあ基礎練習したりだとか、あとダートフラットトラックやったりモトクロスやったりで体作るだったり、まあ練習が主かな。でもなんかそれが当たり前だから、なんか別に2ヶ月乗らなかったから次乗った時にタイム落ちるかっていうと意外とそうでもないみたいな。1日あれば元に戻る感じ。ああ、なるほどね。下手したら1日かかんない。半日で元に戻るかな。そうなんだ。すごいね。そう。意外と感覚で覚えてるもんなんだなって思う。それが普通ってなるとね。そう、だってそれこそコロナ、去年か。カタール3月レースして、次のレース7月。4ヶ月空いたんだ。4ヶ月空いて、その間やっぱ乗れなかったけど、全く問題なかったもんね。そう。それさ、レース中の体力的には問題なかった？全然問題なかったね。すごいね、マジか、うん。それこそだってあの7月のヘレスなんて気温40度近くで、路面温度も60度近かったから、もう、やばかったもん。暑さ。に乗ってもヘロヘロだよね。そう。だけど、あ、意外と大丈夫なんだと。そうなんだ。そう。あ、気合だね。気合より気持ちの問題がでかい、二輪の場合は。二輪気合か、強い。気合。あとはもう集中力かな、体力より。そっちがどこまで持つかだと思う。結構繊細で。そうだよね。そうだね。てか意外と長くなっちゃったね、普通に話してたら。結構どんぐらい経った今もうね、多分 4,50 分だって。そうだね。まあまあ経った。なんか久々すぎて話しかけた。普通に話してた。普通に話してたね。なんかこれあれかな、話さなきゃいけない内容とか。いや特にないと思う、普通に。なんだろう、でももうむしろなんか俺の勉強会みたいになってたけど、四輪の。いやいや、俺も。まあまたコロナ明けぐらいご飯行きましょう。そうだね。で、カートにも連れてってください。カート行くかもしれない。ねえ、タクロと。カート、なんかさ、このライダーだとさ、結構ミニライダーなんか乗り行っても結構勝負になっちゃうのよ。誰が早い、はい、またくしたりとかさ。四輪も結構ある。いやね、基本やっぱレーサーとかもライダーもそうだと思うけど、うん、ダメだね。勝負ごとにダメだね。なっちゃう、やっぱ。終わんない。終わんないよね。終わんない。あと、負ける試合をしたくないから。ああ、そもそもね。
なるほどね。例えばなんかカートとかだと、うん、体重が例えば10キロ違ったりするともう無理だから、はい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 、はい、なんか同じそのとこで勝負したくなくなる。あーなるほどね。あそこはあれなんだ、ウエイト積ませたりとかまではならないんだ。でもまあそこまですることはあんまないかな、さすがに、うん、遊びで行ってるしね。ああなるほどね、うん、多分二輪のライダーたちだと本気でウエイト積ませるよね。あ結構やばいね。俺結構やばい。まあでも、いやでもそうなるか、結構本気で負けたくないもんね。なんかそれってカートとかに限らず、それこそあのボーリングとか確かにゴルフとかも多分そうだけど、みんなやっぱ負けず嫌いしか集まってないから。確かに終わんないんだよね本当に。負けないしね、あんまり。そう終わんないし言い訳がひどいみんな。確かにあるあるだな。ねえ面白いな。いやでも早くカートとかでその輪に入れるぐらいまでなりたいな。いやこんな八王子は結構楽しいレベルだよね。まあね、まあでもまだコンスタントには出ないからさ、やっぱ、うん、一発ポンってあれだね。1回数増やしたらすぐこそれんしてこそれんたくさんして二輪にカート部みたいなの作ったら面白いよね。二輪カート部、確かに、おもろいね。うん、確かに。その中で一番早くなれるようにこそれんして、早くなってから作るわ。確かにお前らまだそんな遅いんだみたいな感じ。そう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 。まあそういうのもあったら面白いよね。でも確かに面白いね。俺らもなんかミニバイク部みたいに作ろうかな。ポケポケバイクみたいな。それで怪我してレース出れませんって、ちょっとシャレにならないよね。そっかそっか。じゃあまあこんな感じですかね。そうだね。ね、1時間ぐらいになっちゃって、まあお互いね今年がまだちゃんと決まってないっていう。そうそう、決まってないから何も言えないんだけど。何も言えないけど、まあ頑張りましょうってことで。そうだね、まあ楽しみながらやっていきましょう今年も。そうですね、うん、よろしくお願いします今年も。よろしくお願いします。まあ本当どっか機会があれば、うん、あれば機会作ろう。まあ普通にコロナ明けでね行きましょう、ね、ゆっくりしましょう。ご飯代楽しんで。そうだね、まあOK です。今日はありがとうね。ご上手、ありがとう。よかったです。選ばれたことにびっくりした。もう四輪ドライバーって言われた瞬間、ユーの名前しか出てこなかったよね。あ、四輪ドライバーって枠だったの。そう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 。そうなんだ。ドライバーさんをって言われて、ユフナと思って。速攻インスタでメッセージして。ありがたい。ありがたい。じゃあまたお願いします。そうだね。また。まあ皆さん、まあコロナ禍でね大変な状況なんですけど、まあ逆に俺ほんと YouTube 見る機会も増えたし、うんうんうん、なんか暇つぶしとしてね、まあ見てもらえれば嬉しいです。はい、ね、少しでもね見てもらってね。そうだね、チャリティーの方にお金回せれば嬉しいですね。ね、で早く終わってくれれば外に出れるようになるんで、その時にはね、俺らも頑張れるようになるし。そうだね、まあイベントやったりとかいろいろできるし、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。今日はじゃあまたよろしくお願いします。ありがとう。はい。絆。